はい、こんにちは、ニャンスーです、今日はカブトムシのオスをサイズを測ってみたいと思います。スティッチの定規ですが、これで一応測ります。かなり元気なので難しいんですが、よいしょ、大体です。大体75ミリちょうど見えますかね。75、はい、次2匹目。こんな感じ。どうですか、なんとなく75くらいで OK ですかね。もうちょっとあるかな。70、76。はい、次どれ、これか。これが一番でかいのかな。3匹目。これがちょっと一番落ちそうですが、76かな。75。次。まあこんなもんか。みんなもう一緒か。だいたい75ミリ前後です。まあこんなもんですかね。市販の昆虫マットを使って、育てました。大きさ的にはこのケースは、ね、特大ケースあります。ホームセンターに売ってるケースです。これに三類幼虫から、6匹ずっと10月ぐらいからですかね、入れて育ちました。1匹ずつで育てれば多少は大きくなるかもしれませんが、まあ市販の、ホームセンターとかで売ってる安いマットを使ってたので、これぐらいで上等だと思います。以上、ニャンスーでした。バイバイ。